もう本当に前に作ったレゴクリエイターワイルドライオンのダチョウみたいです。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブリュー、ゆうゆうだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター宇宙探査ロボの続きになります。前回の動画でこちらの貨物輸送船を組み立てました。個人的に最初に作った宇宙探査ロボと比べて思ってたより小さくて稼働もそんななかったんですけど、付属のエイリアンを乗せられるギミックがあったり、あとは2本のロボットアームや4脚足が結構動いてとても良かったです。はい、今回の動画ではこちらのメカスーツに組み替えます。はい、宇宙探査ロボと貨物輸送船の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではメカスーツに組み替えます。完成！メカスーツでーす！おお、これは、長いっすね。ちなみにこれの正式名称は、2本足のメカスーツです。これ組み立てた後に気づいたんですけど、これ前に作ったレゴクリエイターワイルドライオンのダチョウに見えちゃうな。で、あとは、このメカスーツに登場できるのがエイリアンじゃなくて、なんと、今回はロボットになってます。エイリアンと来て、ロボットっていうところがなかなか面白いです。はい、まずはこちらのロボットから見ます。全体は、このようになってます。このロボットのプロポーションめっちゃよくできてます。宇宙探査ロボと組み立てれるエイリアンと比較するとこんな感じです。やっぱサイズも結構大きいですね。で、このエイリアンは腕と足がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。小さいのに結構動くの、これはすごいな。で、足首もこのように回転します。片足立ちできるかな、ちょっとやってみます。おーっとっと、バランス大事。おお、はい、なんとこのロボット片足立ちできます。いや、これはすごい。ちなみにミニフィグと比較するとこんな感じです。大きさ的にミニフィグの
1.5 倍はありますね。これなかなか大きいな。はい、では続いてはこちらのメカスーツで、さっきも言ったんですけど足長いですね。もう本当に前に作ったレゴクリエイターワイルドライオンのダチョウみたいです。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。操縦席の幅めちゃくちゃ細いです。この部分はアンテナになってます。これがレバーで、これがモニターですね。はい、後ろはこのようになってます。後ろのこの中にクリスタルを入れることができます。ここを開いてこうやって落とせば、はい、取り出すことができます。出し入れも結構簡単ですね。はい、そしてこのメカスーツの特徴の足はこのようになってます。いや、これは長いですね。これダチョウの 1.5 倍はありますね。結構長い。つま先はこのようになってます。はい、では続いてはこちらのメカスーツの可動範囲について説明します。まずここのアンテナがボールジョイントになってますので、このように、あー、ちょっとこのように回転します。あー、ちょっとこのアンテナ部分結構取れやすいんですよね。ボールジョイントでこのように回転したり、そしてアンテナの部分がこのようにヒンジになってます。操縦席のハッチがこのように開きます。そしてレバーはこのように稼働します。そして足はこのように一回転して、ここが曲がって、この部分がこのように曲がったり、ここも回転して、つま先もこのように回転します。つま先の部分もこのように動きます。このメカスーツ足すごい動きますね。はい、では今からこちらのロボットをメカスーツに乗せます。まずこのハッチを開いて、ここにロボットを乗せます。そしてまたハッチを閉じれば、と。はい、こんな感じです。で、このまま、ちょっと躍動感のあるポーズを撮らせてみます。はい、ポーズを撮らせてみると、こんな感じです。はい、では続いては大きさ比較いきます。まず、ミニフィグと並べると、こんな感じです。まあ、大きさ的に言えばミニフィグをですね、7、8体分あります。いや、長い。はい、そして、レゴマリオと比較すると、こんな感じです。あ、なんか大きさ的にマリオのなんか敵キャラにいそうな感じがするな。はい、そして、よっと。最初に作った宇宙探査ロボット並べるとこんな感じです。あの、前回の貨物輸送船の時も言ったんですけど、宇宙探査ロボの隣に並べると、このメカスーツが宇宙探査ロボの相棒みたいになっちゃいますね。あ、しまった。パーツ取れてた。やっぱ色合い的に合うのでこれもいいですね。では今からこのメカスーツにミニフィグが乗れるかちょっとやってみたいと思います。ちなみに乗せるミニフィグはサイバードローンについてくるロボットのミニフィグです。あの、宇宙探査ロボも貨物輸送船もこのミニフィグめっちゃ合いますので、このメカスーツも絶対合います。ここに座らせるスペースがありますので、もうこれ 100% 乗りますね。では乗せます。おー、そしてこのままハッチを閉じれば、おー、はい、今回も問題なくミニフィグを乗せることができます。あ、やっぱこのミニフィグめちゃめちゃ似合いますね。では次はレゴマリオが乗れるかやってみようと思います。これ幅的にこれ入りませんよね。というわけでこれ一回改造します。ここをちょっとだけ外して一個ずらせばちょうどスペースがありますので、ここにレゴマリオを乗せます。はい、ちょっと改造すればレゴマリオを乗せることができます。座らせるところが藍色なので、まあ海の中に入ってますね。では最後はこちらを乗せます。もうこれ絶対に乗らないですよね。ほら、もう乗れない。まあクリーパーに関してはもう足ブロックに当たっちゃうのでもう乗れませんね。あ、でもさっきのレゴマリオみたいにちょっと改造すれば乗せられるかもしれない。じゃあちょっとやってみます。ここを外してこずらしてクリーパーを乗せると、あー、乗れませんね。途中操船の時クリーパー乗せられたのでめちゃくちゃ良かったんですけど、これ乗せられないのちょっと残念だな。はい、レゴクリエイター宇宙探査ロボのメカスーツはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター宇宙探査ロボのメカスーツを組み立ててレビューしてみました。あの、レビュー中にも言ったんですけど、前に作ったレゴクリエイターワイルドライオンのダチョウに形が似ていて結構面白かったです。まずメカスーツ自体の大きさが高くて、さらにこのメカスーツ特徴の2本足がかなり動いたり、このロボットめちゃくちゃ動きますので、これはすごいいいと思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイター宇宙探査ロボの3つの作品を作りました。その中で僕が一番好きなのはこの宇宙探査ロボと貨物輸送船のエイリアンと今回作ったメカスーツのロボットです。いや、このレゴクリエイターは僕の中でもう傑作の中に入ります。まず何が良
良かったかというと、3つの作品にエイリアンとロボットが付属して、そのロボットとエイリアンがこの宇宙探査ロボやメカスーツに乗れるというところがすごい良かったです。体型は昔作った海底調査ロボと似ていて、この宇宙探査ロボ自体かなり稼働するというところがすごく優秀でした。でさらに言うと、付属するエイリアンがこの宇宙探査ロボに乗れますので、これはすごいいいと思いました。で貨物輸送船のエイリアンに関してはもう見た目がすごい良かったので、今回ノミネートさせていただきました。であとは今回作ったメカスーツのロボットも小さい割にすごい動くので、これはすごくいいと思いました。で先ほども言ったんですけど、こちらのレゴクリエイターミニフィグが載せられますけど、おすすめのミニフィグはこのレゴクリエイターサイバードローンに付属するロボットのミニフィグです。いやこのレゴクリエイターはもう本当におすすめしますので、皆さんもぜひ組み立ててみてください。今回のレゴクリエイター宇宙探査ロボはすごく良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ